ブルッティア・クリスピナは、第十七代ローマ皇帝、ルキウス・アウレリウス・コンモゥス・アントニヌスの皇妃。執政官を二度務めた有力貴族、ガイウス・ブルッティウス・プライセヌスの娘として生まれる。祖父、ガイウス・ブルッティウス・プライセヌスは、元老院議員で、祖母ラベリア・ホスティリア・クリスピナも裕福な騎士階級の出身者という、ローマ屈指の名家の生まれだった。 実刑のルキウス・ブルッティウス・クイントス・クリスピノスも後に、執政官を務めている。ブルッティウス一族は、南イタリアのルカーニア地方を故郷としていたという。178年7月頃に、クリスピナは皇太子であったコンモドスと、結婚、二人の挙式は、つつましく控えめな形で行われた。当時の上流階級の常として、政略結婚であり、 ネルア・アントニヌス長と深いつながりを持っていたブルティウス家から史上を迎えることを望んでいたアウレリウス帝の一存によるところだった。そのために両者の気少は考慮されず、特にコンモデスは美しさを鼻にかける傲慢なクリスピナを嫌っていたという。コンモデスが父の後を継いで皇帝に即位したことでクリスピナは皇妃の称号を与えられた。182年。 クリスピーナはコンモデスの子を見ごもるが、その直後に姉、ルキッラによる暗殺未遂で人間不信に陥っていたコンモデスにより、反乱の疑いありとしてカプリ島へ流刑され、同年のうちに亡くなった。しかし別の書物は彼女は187年まで生きたとされている。ありがとうございます。